戦士桶狭間厳島の戦いと並ぶ戦国三大奇襲の一つでございます。時に天文15年、10倍もの敵兵に囲まれた川越城を守るべく、北条家当主北条氏康は一か八かのどでかい奇襲を仕掛け、見事勝利をつかみます。さあ皆様、その先